はい。始まりましたかな始まりましたね。まあ、キャット待機してくれたのが、待機しててくれたのが、鉄道チャンネル、鉄道ゆっくりチャンネル、サングリーンさん、F 特会さんとあるン西ステスさんです。こんばんはです。はい、さあ。一人だ。お二人。 えー、こんばんは、トレイスさんと、えー、トアルカンとシテスさん、こんばんはです。えー、あと、何時間で今年が終わるの ?9、10、11、12、ああ、もう4時間ほどで終わるのかも。4時間ほどで今年が終わるのか。トーブブルーさん、こんばんはです。いや、長いようで。 なんか短いような感じでしたな、今年も。えー、今も長野。了解です。ストレスシさん、今日も長野なんですね。今日は何しに行ったんだろう。飯なう。あ、今ご飯なんですね。了解です。今年早かったな確かに。確かに今年早いよな。早かったな的な感じしますね。あ、LSU さん、こんばんはです。 え6月でしょ ?6 月十二らへん7 8、9、10、11、12か6か月ぐらい経ったのか6か月たってに300人近くいったよ <laughs> ええとまだ少なかったっか,かったけどねまあ7月の下旬でちょっとやっともう80人は越した的な感じでいってで9月 8月の下旬か中旬に100人突破。で、9月でマコラボ終わりと、ガキつか見てる。あ、あれか。ダウンタウンのやつですね。何時までれいつもと同じ時間です。20時半までやります。まあ、チャットの開始もあるか、あるから、まあ、35分近くになるけどね、結局は。いうん で、10月の下旬、9月の中旬か、上旬あたりの1、200人近くか。とりあえず高評価、ありがとうございます。それでフロアっていきます。了解です。トイレマスターズさん、こんばんはです。<laughs> ガキつかく高速くん、こんばんはです。あと3時間58分。ああ、そうだ。 今年終わるまであと3時間58分。もう十4時、もう四時間切りましたね。9、10、十1一1そうだな。12は入ってないもん。3時間か早いな。今までありがとう。そうですね。で、えっと、あとは、どこまであ、つか。で、200人行ったのが11月ぐらいだっけ。1ヶ月ほど前に行っ で今年はいろいろとありましたね確かにでえー、まあでここにで現在の300299人もう300日かしという心ですまあ一応100人は目標にしてたのはそこはクリアしてしてます100人目標で頑張ってきたのをなんとかクリアして 的な感じです。ええー、コミューターエクスペレーチャンネルさんと S さん、こんばんはです。今日のライブ楽しみにしてました。いいですね。よかったです。生みないはなしで。ええー、そして、風呂についてるタブレットで見んなすげえ <laughs> 風呂についてるんですかタブレットとある東スとッさん。いいですね。えー、N の883系買います。あ、N ゲージの883系。 カモメかなソニックかな白いカモメ、ソニックどっちだあ、違う違う !885 だ !883 は、カモメとかー、あ、違う、カモメじゃないわ <laughs> ハウステンボス、緑、西西、あ、ソニックかソニックだそうだあー、そうだ、ソニックだった <laughs> あー、ソニックだった、そうだありがとうございます、そソニックでしたね。そうそう。最近ね、写真も見てないから忘れてた。<laughs> で、 まあ、2週間ほどトラブルありながら、今年、いよいよ終わり。つい最近問題が発生したり、炎上したり、いろいろありましたが、他にもいろいろ正しいことがたくさんでした。そうですね。3月量産、再生産で、アマゾンで買います。おお再生産するんですね。ソニック。なるほど。で、まあ、あとは鉄道関連ですね。 鉄道関連は、廃車に、西高島平駅は何もないです。おお、マジですか。まあ僕も行けたら撮影しようかな。まあ PE さんも、PE さんみたく。何もないんだ。ライブやってみたいな。じゃあ落ちます。了解です。えっ、ー、と、今年廃車になったの廃車や転用したのは、 廃車専用を離脱したのは、LSE が解体で解体機器でしょで、あとは、敷島運行開始、3号車も運行開始、2600系も運行開始、で、ロ関系とか万、東部の2万系列が、転用とか始めましたよね。で、あとは、総部の3一が、 武蔵野に天属900番台が離脱したかと思ったら1ヶ月前にまさかの復活2週間ほど前にまさかの復活を遂げたとエストレンさんこんばんはです僕は僕の汚いと言っちゃいけない知れませんけどパラレルのレールを新しいものを譲りたいなと思いましたすいませんね昔ね粘土とかつけちゃったのでもう昔のまんまになっちゃってます ああ、そうしたかったけどいいや。明日以降、ちょっと頑張ってみよう。あ、横浜さん、こんばんはです。新しいチャンネル名、なぜ長いんでしょうね。主が気に入っているからです。で、そうした方がいろいろとトラブル防止できるかと。まあ、別に長くても大丈夫なんで。家を一時に出発します。え、一時だから、あと、 なぜか答え、なぜか答えなさい。えー、深夜輪とかでしょ。えー、深夜輪を、深夜輪えー、初詣は乗らないと、えー、初詣は確かやめた、言ってた、やめたから、深夜輪で横浜に向かうんでしょ、でしたっけ ここから、あ、そうそう、紅こ白こやってますね。はい。えー、そこか、えー、よえー、深夜、れ、待って、えー、横浜さん待って、えー、深夜輪に乗るからでしたっけあれ深夜輪だっけ深夜輪でう、あ、そっか、一時出発するから。あ、深夜輪だ。そうだ。深夜輪ですね。はい。一体誰でしょうね私国のことですか、まくん あ、グリーンさん、こんばんは。結局な謝罪動画を今年中に完成させなかった。ちょっと厳しいと判断してしまいました。横浜駅で四季島を撮影します。そうそうだ。その後、スカセンの終夜林を撮影して、その後、初日の下号を撮影する。ああ、そうだそうだ。そうでしたね。485は出動はするっけなああ、あ、事故表にあるか。ああ、あるわ。 敷島ね。深夜運転するんだっけ敷、えー、島は今年始コースになってんのか年末年始コースになってんのか敷島は確か。そうだそうだ。彦島。<laughs> で、あと GSE も誕生したね。あとは、廃車になったのは、あとは、あ、そうだ、三一の五百が専用だ。そうだ。敷島今日撮った。あ、ブルーさん撮ったんですね、敷島。 横浜さん、10番線で通過しに取る。おお、なるほど。10番線、湘南ホームか。敷地町を撮ったんですね、ブルーさんは。どこに取ったんだろう、ブルーさんは。須賀線のシューヤリングは、大山行きとか大宮行きとかが運行されるそうですね。はいで、確かね、大宮行きの定期列車が、毎年必ず。 大宮から先の延長されて延転されるというびっくりあれは。で、四国島の車内はラブホテル、グリーンさんそうなんだ。シーマル島とか行ってる人一体誰でしょうね赤沼くん。赤沼くん。四子島とか行ってる人一体誰でしょうねラブホテルどう、えーっ。あ、そうか。こうなってた。じゃあこうなるはずだ。 でしょあとは、6、最近、つい最近ね、2020系とか6020系が、やら、えやって、2万系も、や、来たい。相鉄の2万系も、公衆輸送されましたね。<noise> 新札幌総相鉄は深夜やってるけど、1時間おきの運行だから、あまり意味ないと思うんだが、てでで。リーンさんいいんじゃないだって謝罪ライブやったんだし。 炎上とかしたけどここまで乗り切れた問題がまあ年明けになれば消えてくるググたつ始めないの多分スマホで Twitter も開始するかもしれないしググたつも多分スマホで開始するかも。 メインでは入れない。多分、裏話とか、鉄道してて、鉄道撮影してたとこを思ったこととかが多分、ググたちや。ツイッターで多分、つぶやくと思う。多分ね、ツイッターとか多分、ググたち入れたとしても、最低1週間、2週間は多分、つ、まあ、始めるのにはきついかな。ネタ映像、画像作った。 なんかね、最近ねでもグッドさんの、ね、デンシャルーのね、あのー、オープニング集聞いてたから意外ともうハマっちゃった音声とかあったからなんかね鉄道 PV にそれをちょっと僕はもうそれをもうつけてもいろいろとなんかやりたくなってきた <laughs> もう心のこもうそこからもうついつい浮かんできちゃった だから、路線。明日からの方法は何ですか敷島撮影間に合うかな間に合うと思いますよ、横浜さん。まあ、早く出ればいいって話ですけど、頑張って間に合わせれば大丈夫だと思います。明日からの方法は登録者は今300人近くだから、半年で1000人はいかないかな。まあ、せいぜい伸びたと言っても600人か500人程度。 かなでも相鉄1時3起きだし横浜で1時間待ちたくないな 1>, 1時間うんえスカスカできた1時間早く着いても確かスカスカだっけ敷島は通勤時間の探検で散策遭遇したなるほどグリーさん 東映新宿沿線民の中学生誰でしょうねとあるかントスさんは東イ新宿線だってあ、そうだ東イ新宿線僕も取りに行かなきゃそうだ東イ新宿線そうそうそうあ、俺かそうです横浜26時に着く電車なんだけど四季島えー、<laughs> えー、横浜さんちょっと早く出た方がいいと思います26時に着く電車だとギリギリでしょ 駆け橋で行かないといかないから、1時間早く出た方をお勧めします。そうしないとね、ちょっと間に合わないかとは思われます。1時間待つのはね、しょうがないと思うんですが、相鉄から JR の乗り換え、1分もかからない。おおえー、どうなろううまくいければいいと思いますけどね。うまくいければいいけど、 一分客か。一分もかからない。けど、10番線ってどっち側でしたっけ確か、10番線どっちググタスク。まあ、例えば炎上起こさないとか、動画制作を頑張るとか、ソース君とハグするとか、横浜行きまくるとか。ああ、なるほど、なるほど。明日からの抱負の例。ああ、なるほど。まあ、 せめて言うなら動画制作、スマホとこのメインと、あとは、あ、でも、海ラーナれの切符を買うからな。なら最後にお父さんの頃は、そこで時間が、はぁ、いやー、横浜さん、やっぱ1時間早く行って、海、海柱生まれの切符買った方がいいと思います。 そしたら敷島の撮影には余裕ができるかと思われます。やっぱ来年度は必ずもう、もう、来年度はもう絶対炎上起こさないのと、炎上がもう起こさない。うん。で、あとはもう、でもうメインこう、パッドのチャンネルとスマホのチャンネルのダブルの動画を制作したりとか、まあ、今ちょっとやばい。 やばい。てかもう廃車になりそうな車両を,をもうバンバン取っていく。的な感じです。都会の <laughs> 秘境駅が、海芝はそこ。まあ自分の予想時刻だから普通2時に行こう。わらわらわら。来いよ。東映新宿線来いよ。創設来いよ。森の黒板行った。まあ東映も、まあ創設も行きますので。創津くんは くんソ,ソースさんですかまだ来てないですねはい虫原駅は海が綺麗だけど改札の外に出れない駅しかし横浜脱出する通勤時間帯によく見られるああなるほど朝ラッシュはできないな高崎線内しか朝ラッシュは取れないな多分あとは大宮 エスカレーター駆け下りわらわらわら。そうっし、その規則ライブやりそう。もうよくね <laughs> よくあります。名古屋はね名古屋まで、ね、や,やるね。と、ら名古屋どうしよう。<laughs> ちょっとね、関西とかわからない、うん。もうよくね グリーンさん横浜さんが通過だよバラバラバラだって僕が言わないからすいませんね東洋新宿線の S03 の五ひいゼ S03 こいよ S03 元山正近い 元に近いかんいやがさんその番号だっけっ調べてみよう向こうだ向こうだそう,あそうだ東映新宿線の確か旧式のやつ確かあれも廃車になったからあと東映新宿線のあのどちらかがまだ残っててのかああ東広島にああなるほど新幹線のメドリーにカシ所をつけたやつでしょ ところざわから各,各駅に止まります。は、英語で、ね、ストップエ,エディションフォームところざわです。なるほど。スマホの使用可能時刻が9時までなら9時50分ぐらいまでやれば <laughs> そこまでやりたいけどね、主ね、これが終わってからもちょっと,ょっと動画見たくてたまらない。<laughs> うん。んこの時はもしや。 スースますごいわらわらわら横浜くんそれではそれでいい,い,い旅立ちのサビわらわらえっとね S03S03S03 やっぱ新宿寄りだ S03 <laughs> あっほんとだ市ヶ谷と新宿三丁目の間英語でえっと も橋何橋え何橋だなら、時代問題を起こした時に備えてお答えを動画は残しておきます。そう、そう、寿司のやつ。えー、っとね、何の動画を見るんですかまあ、いろいろとか、いろいろと。あけぼの橋だよ。ああ、あけぼの橋か。ああ、あけぼの橋か。あ、そういえば、都営の投稿音、まだ聞いてね <laughs> いいや。あ <laughs> とで聞こうってか、もう、もう、番通り行ってて、今、三、三でも止まってんだ。あ、そうだ。進めなきゃ。それで終わり。おちまし、良い年を。川原監督、接さん良いよ、年を。はい。あけぼの橋か。あー、でも、東映新宿線乗ってないからな。多分、個人で行くのが初めてかも。新宿、新宿三丁目、あけぼの橋、市がやくだんした人房、展の順化。 明け物橋って急行止まるっけそこが問題。あ、急行通過かん？急行は通過かな多分通過だな。うん、S03。頂像を超えるミキシェクの世界。それが、国設広島クオリティ。あ、やっぱりね。明け物橋は急行通過。ま、キールだよ。メ <laughs> ロさん、こんばんはです。 メので電車チャンネルさん、こんばんはです。隣の部屋から叫び声が聞こえる。聞こえない。<laughs> 隣の部屋から叫び声が聞こえるって、ちょっと待てよ。<laughs> 歌えてないわ。<laughs> えーっとね、えー、次。 丸の内線も置き換わるから、あ、スース市の、ああ。丸の内線と、東江浅草線。日比谷線はもう絶対撮影しないとダメか。昨日、とあるさんとかと、鉄道を取ってきた。おお、本当ですか。ああ。え、どちらでいい、これだねなるほど。いい日にいい、いい旅立ちの、なるほど。えっと、 ちょっとお聞きしたいんですが、丸の内線の新型の噂ってもう出てますちょっとそこは聞きたい。まだ出てないか、丸の内線の新型の噂。平和島と西国分寺で撮ってきました。ああ。用手して麻雀さん。ははは。して麻雀か。は <laughs> は、えー。え丸の内線の新、出まで聞いたことでは聞いたことならある。出まで ああ、ってことは、まだ出てないのかじゃあ、デマでってことは。東海の情報発信だった気がする。JR 東海の情報発信運が用手してマージャン <laughs> そうなんですか <laughs> うーん。ってことは、デマなら聞いたことあるってことは、ちょっと公式発表まで待ってみるかじゃあ。東部7万でしょ。あと GSE。 GSE も,もう来年から徐々に運転出すからちょっと素材提供とか求めないとやばいかやっぱちょっと大掛かりなねあ次は新宿ですは英語で The next station is 新宿です確かでもね新宿線あ新宿線じゃない池袋線だったから聞いたことはあるけど時々 2000系は、水曜、先週今、今確かね、今週の水曜日に乗ったのはね、肉声の車窓さんだったとか。で、帰る時は2000系でリニューアルされてたやつだったから、わかったけど。313系、情報発信、たまに聞くよ。わかねまくんまあ、たまに聞くんですね。なるほど。うん、丸、ま、ちゃん。まあ、ささそうそ,うそ,うそれは。あ、電車レンジ P さん、こんばんはです。 東西線06系残ってる子いいなあと東西線今長崎の実家にいますなるほどボロいボロいガムテの電車場はボロいボボロいガ,ガムテの城みたい <laughs> <laughs> えー、06系会いたいなチャ,ャンプーンチャンプーン てか、浅草線5 0 0型のなんか運用はすごい特殊。特殊、すごい特殊な運用なんだけどなぁ。どうすればいいあ、間違えた、チャポン、ショボン。いやー、今年はスーシーに3回も会って、会った、会ったなぁ。えー、そうなんですか先生にビスティさん、いいですね。大物の人と会えるというのは。メノさん、昨日あれ見た、見た、えっと、堀井かえ、富士山。あ、 ホリデー会食見たんですね。チャッポーン笑ショボーン笑言い換えて。そしてスーツの動画に僕が映ってたし。マジですかてかスーツ氏の動画最近見てな。ちゃんぽん。ちゃんぽんはちゃんぽんです。<laughs> 最近って京急の通信系統のエアポート急行にも5300が入ってるらしい。マジで <laughs> わお 想像を超える未記色の世界それが国説広島昨日ホリレー解説藤井さんよ藤山に乗った大月から新宿よかったですね何色でしたか189系何色かな自由席座れなくてあるあ寒い朝味の素待ってそれ見たかもあメ目のさん目のさん横浜さんにちょうど <laughs>

痛いわら。大丈夫ですか、トレインバスターズさん。来年もスーチに会いたいな。電車連日会えればいいですね。国立方面からホリリカ来たから。ああ。国立方面から。立川三鷹館が一番乗車率やばかった。あら。<laughs> 大丈夫ですか、横浜さん。トレインバスターズ大丈夫だー。<laughs> やっぱもう年末だからね。今がきつか見ている。 やっぱ紅白とかやっぱガキ使とか見てる人がいるんですね。東急は8500だから8500を重点的にちょっと取っていこう。紅白じゃないの僕紅白です。俺も。<laughs> そうさ、こんばんはん。やばい、まただ。ちんこ <laughs> なん。すげえ。ちんこんばんは。紅白、それって美味しい。マ、ま、ン。 <laughs> 立ち川で快速から一般客が流れてきて、三鷹でみんな快速に乗り換えてた。やっぱそうする人いるんですね。なるほど。あ、鉄道の鉄さんもこんばんはです。長津田だとかでいっぱい。西国分寺に亀田だとか熊穂抱えてる3人組いなかったですか、横浜さん。てかサムネの185系懐かしすぎててさ。 まだね、未編…まだね、写真もね、なかなかもう追いつけ、追いついてなくて。あ、出来に一いすぎて、外見れなかった。あららら。今年も最後もね、年もネタかわらわら。しょぼん、ちぃまる子対決くわーくそわろた。<laughs> 長田で結構撮れるといいな。ソースくん、年越しライブやる あとは、横山、横浜線の8000、じゃな、8000は南部だ。6000か。6000の走行音とかも収録したいしな。チン・マルコ対決やりたい。松本の子供のリュックを背負う話。この前の水曜のダウンタウンでも取り上げられてて草あら。<laughs> ええ、やってたんだ、水曜日のダウンタウンで。なるほど。 昨日はいろいろとあった。言わないけど、横浜さん大変でしたね。タイキック、d j ピ p さん、ソースさんやるよ。ピー君もついに下ネれた言うようになったか。あチこも取ってかなきゃか。自分の国でたと年越しっぽいちゃう。ぽいちゃやるでー、ジーズコート。何時からあー。 年越し下ネタライブ <laughs> そうっす <laughs> なんかね下ネタねなんかついつい笑ってしまう俺23時30分から下ネタすいません絶対したから変な年になるわらわら多分となし全員アウトうんうん 二高線のもちょっと厳しいなぁ。コメントのみのライブ。あ、川越と八王子で撮るかなぁ。今家にいないしね。浜田、アウト。未公開シーンまた見るかも。<laughs> 未公開シーンまた見るかも。もしかしたら。わからないけど。あー てかし。あ、今日ずっと逃げ始めてた。あら。<laughs> そうなんですか横山さん。よし。下地着巻きは。野獣先輩、アウト。うん とりあえず、スマホ買ってから、スマホ買ってからの流れは、まあい、いや、あ、明日以降します。明日はライブや、えー、ライブの予定を一応、1月1日から4日ぐらいかな。前の予定をちょっと言っときます。明日は、ライブはやりますが、2はやりません。3日はできるかやりませんので、ご注意ください。あ、明日朝からライブやるんですけね。了解です。 えっと、えー、JCLP さん、いいよ、来いよ。<laughs> 父さん、低速にまたなったらライブできねえんだがね、わら。今日、長瀬大樹の動画見てたら、あの中華式東海型の放送が聞けた。ああ、確かに。24歳学生。JCLP さん、ああ、俺の地元ー。 名列車で行こう笑ってはいけないい編てますかいや見たことないから分かりませんなコンピュータエクスプレッチャンネルさん横浜さん深夜の待ち時間にライブするとしたら見るその時寝てますな明るまくしてる何時ぐらいだろう今は静岡県内になき公開型そうそう更新されつつあるんだよね静岡県内も その放送と一緒に八王子に撮って行こうかな。八月の謝罪、あり、2017年ありがとうの動画、罪悪感しかないんだけど、笑落ちます。良いお年を、メノさん。はい、えー、ありがとうございました。良いお年を。こ何んきに音楽でも聴くとしよう、横浜さん。あ、半だ。もう半過ぎた。 それか、うん。桁線を眺めるか、京浜東北を眺めるか。なるほど。しシンアリン結構混むかなアンドバッグみたいな動画、今年最後の動画って、笑今頃感じたんですね。自分一応閲覧しましたけど、まあまあ、クオリティは高い方だと。 小田急4000の人だっけガラガラだと思う。困らないかなちょっと見たことないからわからない <laughs>。小田急 4000? まあいいや。後で見てみよう。確認してみなきゃわからない。で、まあ。 3, とは3はライブはできるか分かりません。2はライブはできない。ということは覚えておいてください。全然人持ってる。11時頃からのオナラバトルは楽しみ。自分その頃どっちが寝てるかな上に、こっちに戻ってきてる方かな。で、4は、まあ明日と4日はやるんですが、2, 2日はできない。3日は分かりません。 まあ時間的に多分三日も厳しいので、いや、兄さんはやりませんのでご了承ください。というわけで、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。本当に、まあ6ヶ月ぐらいだったんですけどね、皆さんと知り合って。まあ中には2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ほどね、前からも知り合ってた人もいるし、まあ動画上げる前から知り合った人もいたのでね、まあ、まあ、 せめて、長いと、7ヶ月、6ヶ月前からかな。登録チャンネル制度を始めた年からかな。まあ、敷島頑張ります。はい。ブルーさん、よいよ年を。こちら、はい。良いお年をです。じゃあな、赤沼くん。赤沼くん、よいお年を。えー、皆様ね、えー、ありがとうございました。今年もありがとうございました。いえいえ、こちらこそね、ありがとうございました。まあ、横浜さんと相鉄取れればいいな、と思っています。来年は。また来年、そうですね。 今年の、えー、私、まあ、僕のね、動画、えー、チャンネルの、チャンネル、えー、を、えー、登録するし、絶対来いよ、脅迫。スマホ買って開きますよ。<laughs> はい。スマホ買って行くタイミングがありましたら、まあ、横浜線にも連絡入れますので、その時は、まあ、よろしくお願いします。 今年最後のバイナルですね。1年間お疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。良い年を。はい。いいよ、来いよ。<laughs> というわけでありがとうございました。えー、良いお年を迎えください。えー、っと、明日か、明日の朝から、明日の朝から、チャンネル名が変わるかもしれません。えー、明日中に、チャンネルを変えることを決めましたので、チャンネル名はどのタイミングで変わるかわかりませんが、えー 非公開動画が10分後変わってるわらわらわら。<laughs> 頑張って出してください。2018年に会いましょう。そうですね。えー、元日のライブ楽しみにして、まず、用意図しよう、お迎えください。さようならと。はい。そうですね。コミュニエクスプレスチャンネルさん、ありがとうございました。多分ね、セーブのドア開閉動画から知り合ったのかな確かね。キュー、岩尾ゆうきさんでしたっけ。キューキ、岩尾うきの時か。岩尾うきさんのね、の時から、まあ、お世話になってましたね。はい。というわけで、0時に、これ、 線転換しようと思う。え <laughs> ちょっとわからないです。グリさん。えー、本当に、ね、ありがとうございました。まあ、1年間かなまあ、ほぼ6ヶ月ぐらい。本当にありがとう。えー、6ヶ月間ね、えー。本当にありがとうございました。というわけで、来年会いましょう。まあ、明日なんですけどね。まあ、年明けた。明日、朝霧の実況動画をします。了解です。まあ、その時寝てると思いますが。<laughs> で、明日の朝には、朝霧に貢献で乗るというタイトル。了解で,です。まぁ起きたら確認はしておきます。で、真面目にあまり女に間違えられるから。なるほど。今年もありがとう。いろいろあったね。確かに。そうですね。特に赤沼くんと知り合ったのは高速くんとのライブかな。どこだ世論さん、こんばんはです。ですが、もう終わってしまいます。申し訳ないです。 ユロンさんって今ライブやってますかよろしければ行きますが。貢献だよ。貢献え貢献違う。貢献じゃん。なんだっけ貧献 ?9 時から。あー、無理かな。すみません。朝霧。ちょっとし。ユロンさんすみません。厳しいです。すみません。貢献。あ、合ってた。貢献か。貢献でしたね。ありがとうございます。 これとあったら直通希望の動画。ああ、あれからでしたね。そうですね。いっ,いっそ、女の、行った方がいいということで、あくまでも可能性。なるほど。えー、ね。まあ、長みって。<laughs> ありがとうございました。というわけでね、えー、皆様、用いお年をお迎えください。明日はね、チャンネル名変わってからのライブとなります。変わってなかったら多分ね、このライブ終了後が可愛いかな。まあ、新安店もそこを数学 わらわらわら。<laughs> じゃあ、さようなら。えー。カレールは、んー、くそうですねよいおとしよう。はい、さようなら。よいおとしよう。明日ですね。よいおとしよう。はい。よいおとしよう。よいおとしよう。はい。ありがとうございました。 今年最後のバイナラ、良い年をお休みはい切りますでは、バイナラバイ